白羽取りをねしちゃいました。成功です。へをしたのね、やっぱりね出ました。でもね、こうケツでね完全に抑えた僕の勝利ですよ。悪いじゃないですか。でなかなかちょっと起き上がれなくて、起き上がって瞬間にね、屁をねプッて、まあもうちょっとなんか屁って感じじゃなかったんですけどね、その時に出たんですよ。で僕の部屋の目の前がトイレなんで、もう速攻できてねパンツ確認しました。そしたらね大丈夫でした。真剣白羽取り成功ということで、視聴者の皆様、トイレからの、中継ですがどうもすいませんでした。またご視聴の方よろしくお願いいたします。